メントとかしとるのに、はい、で全然フル無視してだから変なコメント入れるやつですか。あまあまあ怖いコメントでしたよね。あの酒が飲めるすごいな。やっぱ大阪すごいですね。パワーが全然違うですね。外でいいの？ここでいいの？椅子だけ出しとくね。ここ座るんで。ここじゃあお誕生日席。誕生日泣いてよ。あ、そうなんですか。港区でしょ、はい、43歳でしょ、はい、同級生。え、ちょっと43歳、同級生なんですか。同級生え、マジですか。同級生、同級生、同級生、写真撮ってもいいか。俺、めっちゃコメントとかしとるのに、で、西成でちょっとなんかやろうって打ったのに全然フル無視してる。違うんですよ、僕、あの、ほんと喋る専門なんで。あの、なんで親方くんの時呼んでくれんかった。おやつ見とるやんか。だって俺めちゃくちゃ、はい、あれ？あ、おやつ。あれ？女の子いない。すごいな。リリちゃん。リリちゃん。めっちゃ詳しいや。めちゃくちゃ詳しい。見とるんすか？え？だって愛知県ね、あ、そうか。もともと愛知県。僕もっと典型の塗装屋だ。あ、だから変なコメント入れるやつですか？あの、ハゲとか入れてもらう。てめえよ、お前。てめえよ、ハゲ。石成公園とか、ハゲですか。なんだ、敵かよ。あっちにいた。もうしょっちゅう、なんか、てめえに石成公園とか言ってコメント入れる人ですよね。じゃあ、もう、あの、まあまあ怖いコメントでしたよね。あの、マジっすか、こっち奇跡だな。マジか。奇跡のコメントだよ。まあまあ、だって俺、めっちゃ登録して、毎日見とるもん。ありがとうございます。それは嬉しい。はいはいはい。この人結構、おい、ハゲてめえバカ野郎、港でどうのこうので、お前の名前なんか知らんわ、ボケーとか言って。全然雑魚だろうとか言って。やっぱりその頃から、アンチしてましたから。めっちゃアンチしてましたから。でもね、アンチするけど結構いいやつ。そうですよね。顔がいい人。いや、俺これ今日一番嬉しい。だけど、この顔して。同じ年だからね。いやー、もう、まさか僕に。よし、じゃあ、皆さん、何さんでいいですか。何さんで。西成パータローさんに。パータローさんに。アンチパータローさんに乾杯。それで来たんですよ。レフト火事になったでしょ。いただきます。あれ火つけたもん。やっぱりやっぱりでした。やっぱりでした。だけどダメ。リリーちゃんいないから。リリーちゃんいない。あとリリーちゃんともう一人あの。はい。マキちゃん、あの女の子の事務所の方に。あ、マジ、あのレイミちゃんです。レイミちゃん。これね、レイミちゃんみたい。名物なんですよ。みんな知ってるね。この煮込み。これ毎日あの名物。ちょっと説明お願いします。これがね、豚足なんです。豚足がね。ミッチーが女の子にあのハマって、あの駅で待っとったやつも見とるし。で、たこ焼き屋行ったのも知ってるし。マジですか、まんま見てますね。いや、ほとんど見てる。めっちゃ目優しいもん。目そうやねんな。あんなひどいこと書いて。いや、俺、まあ、結構やっぱへこむんですよ。あんじゅう。いや、あれって書けば拾ってくれるかなと思って。やっぱり。お姉さん、飲みますよね。あの、やっぱり下の人で取る方がいいですよ。ちょっと遊ばせてもらってどうすか、味は。あ、でも美味しい。最高ですか。でも名古屋濃い味、味噌が好きなんですか。あ、そうですね。薄味、リュウジ君、案外薄味。あの、かけて味噌とかでしょ。うん、でも、あ、そうですよ。かけてんでしょ。めっちゃ知ってる。知ってますね、見てますね。かけてんでしょ。あの演技して、なんか、俺は、いや、超えたくないみたいな。結構見てますね。嬉しいな。めっちゃ、しかも全部チェックしてるから。結構、長文で、まあまあビビるやつ送ってきてた。お前港の高校こうでこうでこうだろ。絶対って。お前全然名前なんか売れてねえのに何調子乗っとんだみたいな感じですよね。
これ嬉しい。なんかアンチコメントで、あこの変なコメント書くやつって。じゃあ俺、いつも西田にしないでこいやチャンネル登録してます、ちゃんと。あ、マジだ。アンチコメント出た。俺多分、あのね、もうコメント非表示みたいな感じで。最近非表示、自分の中で、ね、流行っとる。もうブロックしていいですよ。ちなみに、おちょぼ行ったのも見てます。あ、マジで嬉しいな。おちょぼ行ったのも見てます。嬉しいっすね、めちゃくちゃ。だって俺も愛知県で商売やってたから、はいはい、おちょぼ毎月月末に行くやんね。はい、で、あ、おちょぼ行ってるわって見て、見とった。じゃあちょっと、あの非表示解除しとくんで、名前なんですか、ちょっと伊藤が、覚えてね。西成パータロー。西成パータローで、多分非表示しとると思うの。もう、最近アンチコミとも、なんか、あのマイナスになって、あの凶暴ができなくなってきてるんですよ。もうバカなこともっとやりたいんだけど、アンチコメントでへこんでくるじゃないですか。あ、社長、あのビニのマスター。あ、マスター、初めまして。よろしくお願いします。マスター来た。めっちゃ有名なマスター。マスター、西成一番有名。こんなわざわざあれ、いや、こんなわざわざ。どちらから？あの、名古屋。名古屋から。あ、あんねしてるわけ。ほんで、もうたまたまでめっちゃアンチ入れとったんですから。てめえ西成来たらマジで命ねえぞ。むっちゃコメント入れとった人が、いや、まあまあ、いや、アンチコメントの一番ひどいぐらいの ランク5ぐらい入りますよ。でも、それはやっぱあって嬉しい。でも一番のファンやったら。そういうことですね。だからもう今最近全部非表示でしょ。めちゃくちゃ見られてる。西成と言ったら銀次のマスターも有名なんで。本場です、本場です。銀次のマスター一番です。まあ、今日はじゃあ大将のゴチですか。マスターのゴチ。はい。すみません、社長のカードでお願いします。カード使いますよね。よくしてください。ありがとうございます。大阪いいね。いいですね、うん、本当に街、はい、なんかあったかい、めちゃめちゃあったかい。ないですか、あの、はい、女の子を駅で一人でボーっと待っとっちゃかんよ。待ってないっすよ、待ってないっすよ。はめられてね。いいじゃないじゃん、はめられてね。今日初めて会って、この流れで2軒目付き合ってくれるって名古屋の人っておるか。大阪暑いな、やっぱ。あの、楽しい。こんなうまい酒なかなか飲めんよな、名古屋で。え、今からね、この後は社長の頭を剃ってみたって。もう剃ってももう変わらないやつ。これあれでしょ、 あそこの買い物したやつ。めちゃくちゃ言われてるね。えあるよってファンなんですね。寺道の俺も社長の金を使って競馬場とか、はい、競馬場はダメだよ、あれ開催日調べてからいかないと。そうですね、やってないですね。で、今日で行ったでしょ。今日で行きました。会社の前で仁王立ちやったって。めっちゃ見てるよ、全部見てるよ。素通りしたでしょ。まあまあスーパーアンチャーやん。ナンバーファイブに入るスーパーアンチャー。ナンバーファイブに入るスーパーアンチャーですけど、ナンバーファイブに入るスーパーファンですからね。俺めっちゃ見とるから、本当に通知取ってるから。すごいっす、嬉しいっすね、めちゃ。嬉しいな、ほらこれが、それ勉強になるな。でもなんかあれですよ、ほんとコメントとかって顔を見れないじゃないですか。でも今こうやって顔を見れるから、逆に別にそのアンチコメントじゃないですね。普通の自分の性格上でなんかハゲハゲとか言っとるだけであって。違う、ハゲじゃなかったもん。40行ぐらい入ったもん。俺らお前宿行っちゃう、お前西成来いや。また持ったよ、また持ったよ、これ編集したかよ。いや持ったよ、また多分違うんですよ、多分飲みすぎたんですよ。つかしてんの？つかしてんの？ただ、いや、クール気取ってます。クール気取ったじゃん、ただ喋れんだけだ。あ、そうです。クール気取れてないよ、塗装屋さん、はい、社長のところの塗装屋さんはみんな上手、はいはい、塗り方が、いや、塗り方も丁寧。早くはないやん。まあ確かに早くはない、塗り方としては早くはないけど、すごく丁寧。こんなもんでやっぱ綺麗に塗れてるよね、出来上がりが。丁寧にやるやつばっか残ってるもんね。そうですよね。だけどそっちの方がねえ、長く使う。もう10年以上おる子ばっかす。あの、俺名古屋戻るから。あ、ほんあの、リリーちゃんの家連れてって。あー、ぜひぜひぜひ。いや、僕らだからその、信用感があるわけじゃないですか、うん、あ、何にしても別に社長にはいいんだな。じゃあ、多分本当に西成さん来たな、多分。さっきからまあまあ終始言ってると思うんですけど、すごいアンチコメントで言ってるんですけど、会ったらめっちゃいい人。そうで、目がね、そう、俺が一番最初に思ったのは目が優しい。やらしい。まあ本当に、もう本当にあの YouTube のうちのコメントで一番ひどいアンチコメント欄で出会ったとかじゃなくて、本当にそう、
本当に俺コメント今度はあの写真バーって出すぐらいあるよな。 でもこれがやっぱり YouTube のコメント欄がやっぱね、うん、あのただ死ねーとかバーガーアホーとかじゃなくて、こうやってコメント欄がこうやって長文で受け取る人っていうのはやっぱり動画も見てくれてるし、でいろんな意味で俺はその YouTube のまた成長につながった。でもね本当に YouTube 面白いなと思った。これから本当にさ、また YouTube やって10万からさ、まあこうやって大阪来て初めて来てみんなが知ってる知ってるってことで集まってくれてお酒飲んで、まあ、それ楽しいじゃん酒として、まあ、たまたまお会いしただけですけど、はい、そんなやっぱいい男、うん、本当にいい男だな、うん、で、まあ、これ1本差し回って西成動画っていう風で1本ちょっとまた別動画であると思うんですけど、まあ、そっちもまた見てください。あの、まあ、西成全体の厚さ、そのただ酔っ払って変なやつがいっぱいおるじゃなくて、変なやつじゃん、やっぱもうはっきり言う人がいっぱいおるから楽しい街だね。でこれちょっと一個アンチコメントつってたまたま出会ったからちょっと一本差し上げますけど、視聴者の皆さん、ほんと面白い街だから俺めっちゃアンチ書くからね、おいハゲこのかはい、また見てねー、あっまた見てね、yeah.